おはようございます。おはよう。さて、この動画ではイスラム王朝である、ファーティマ朝、について一緒に見ていくぜ。ファーティマ朝。そう、イスラム王朝といえばウマイヤ朝やアッバース朝だが、それに匹敵する王朝もいくつか誕生している。ファーティマ朝もまた、影響力を大きく持っていた王朝なのだな。ふむ、でも確かに聞いたことあるわね。そう、でもどんな物語のある王朝なのかってところは知らないよな。そこで、今回はファーティマ朝の雰囲気を知るためにざっと見ていこうと思うぜ。いいよ。ファーティマ朝について早速見ていこうと思うのだが、その始まりっていうのがちょっと厄介だ。イスラームはスンナ派とシーア派に分裂したな。スンナ派がウマイヤ朝やアッバース朝として君臨し、シーア派はその下で活動していた。正統カリフであったアリーとその子孫を正統なイマーム、最高指導者、として認めたのがシーア派よね。そう、そしてシーア派はアリーの子孫をイマームとして認めていくのだが、その途中で後継者を誰にするのかで揉めて分裂していくのだな。その一つとして誕生したのが、カルマト派、だ。カルマト派。これも流れを説明すると長くなる。以前、この動画でカルマト派についてのお話を見ていっているので、詳しくはこちらを見てくれだぜ。今回はカルマト派の流れを省略するとして、まずはファーティマ朝の創始者であるアブブッダーについて見ていく。このアブブッダーっていうのが、まさにシーア派の中でもイスマイル派の流れを組んで誕生したイマーム、最高指導者、だ。イスマイル派の流れを組んで誕生したアブブッダーだが、先ほど出てきたカルマト派はこれを認めなかった。カルマト派もイスマイル派から誕生した宗派だが、カルマト派が認めるのはイスマイルの子、ムハンマドまでだな。ムハンマドの死を認めなかった人たちはカルマト派として分裂し、ムハンマド以降の子孫を認めた人たちは子孫であるアブブッダーをイマームとして認めた。ざっくりこういう違いだな。とりあえずカルマト派とファーティマ朝は別物ってことね。イスマイル派が活動をしていく中、カルマト派になる人が分裂していきイマームが誰なのかということで揉めることになる。アブブッダーもまたイマームを宣言して活動していたのだが、拠点となっていたシリアでは、やってらんねえ、となって移動することになる。こうして北アフリカに移動して活動したアブブッダーだが、905年、現地で捕らえられて投獄されてしまった。あらら。ここで登場するのが、ある、シーイという人物だ。シーイは、イスマイル派の宣教師として布教をしていた人物で、彼はベルベル人との関わりが強かった。ベルベル人。北アフリカにいる人たちね。ベルベル人に布教をしていったシーイは、そのままベルベル人の農民を集めて軍隊を編成。活動拠点であった場所はイスラム王朝の一つ、アブラブ朝が支配していた。特にベルベル人は独立を求めてアブラブ朝に反乱をよく起こしており、シーイはそれを利用してアブラブ朝と戦うことにしたのだな。こうしてアブラブ朝と戦いつつ、投獄されていたイマームであるアブブッダーの救出を実行して成功させた。解放したアブブッダーをカリフとして迎え、909年、アブラブ朝を滅ぼすことに成功。こうしてカリフとなったアブブッダーを創始者として、ファーティマ朝が誕生したのだな。まあ、こういう流れもあるので、ファーティマ朝っていうのはシーア派、イスマイル派、の王朝だな。そうね、アブブッダーがイスマイル派の支持するイマームだものね。なので、まず知っておくのは、スンナ派の王朝は敵、ってことだな。だからイラン、イラクを抑えているアッバース朝は敵ってことね。ああ、そもそも敵じゃなきゃアッバース朝でカリフがいるのに、勝手にカリフを称しないわな。ということで、東側はアッバース朝、西側で言えばコウマイヤ朝がスンナ派王朝として存在するので敵対することになるな。909年、ファーティマ朝が始まったのだが、アブブッダーはまずイスマイル派の布教とアブラブ朝残党処理を行った。なので、始まりは地味なものではあるが、まずは現地の基盤を作っていったようだな。まあ、まずはそこからよね。ということで支配を確立すると、今度は次なる目的に向かって動くことになる。敵であるアッバース朝を倒す、という目的だな。シーア派とスンナ派の大激突ね。ということで、ファーティマ朝とアッバース朝が衝突することになるのはエジプトだな。陸に沿っていくルートで考えれば必然ね。914年、
アブブッダーはアッバース朝打倒の一歩として、エジプトに軍を派遣。このエジプト進軍の様子についてだが、スンナ派視点とシーア派視点で言われていることが違う。というか、これに限らずイスラームの歴史において、記述がスンナ派側なのか、シーア派側なのかで書かれていることが違う。今回のファーティマ朝進軍の話で言えば、スンナ派側の記述において、ファーティマ軍が住民に残虐行為をしており、商人から金を奪い取った、なんて言われる。ただ、今回の件はシーア派側の記録が特にないので、本当かどうかわかんねえな。少なくとも攻められているスンナ派がシーア派をよく書こうとは考えにくいわね。リビアを経由してエジプトに入ったファーティマ軍は怒涛の勢いでエジプトを攻略。主要都市であるアレクサンドリアを占領することに成功したのだな。ファーティマ軍強いわね。アレクサンドリアが取られた情報がバグダードに届くと、カリフであったムクタジルはとある人物を派遣する。あら、誰かしら。アッパース朝のお話でも登場した、最高司令官、ムーニス、だ。出た？肖像画もコインもないけど活躍しまくった人だ。このムーニスがエジプトにやってきたことでファーティマ軍は侵攻を止められ、しかも押し返されることになった。さすがはムーニスさん。こうして失敗したエジプト遠征だが、ファーティマ朝は諦めず919年に再び侵攻。しかし、再びムーニスがやってきて失敗に終わることとなった。さすがはムーニスさん。ということで、結局エジプト遠征は失敗続きになるが、今後も続いていくことになる。まあ、ここが第一歩だものね。921年、アブブッダーは、ファーティマ朝の首都となるマフディアを建設。ちなみに、このマフディアって名前はアブブッダーの名前から来ている。というと、アブブッダー、ある、マフディって名前なので、このマフディから来ているのだな。こうして首都も作ったファーティマ朝だが、実際はイスマイル派が多数であったわけじゃなく、スンナ派やハワーリジュ派が多かったそうだ。単に、イスマイル派のベルベル人が抑えている王朝って感じだそうだな。多数の漢民族を抑える女神族的な。それでも支配領域を拡大するため、西側にあったイドリース朝に侵攻。922年、モロッコにいるイドリース朝を追放してモロッコを支配。完全な支配までにはならなかったものの、ファーティマ朝の支配力は高まっていった。やりますわね。934年、アブブッダーは死去。息子のカーイムがファーティマ朝カリフを継承した。新たにカリフとなったカーイムだが、彼は北にあるヨーロッパ地域、イタリアやフランス南部、に目を向けた。ということでジェノバをはじめとするイタリアの都市を攻撃。他にもサルデーニャ島、コルシカ島、クレタ島などの島々にも遠征を行っていたようだ。イスラム海軍といえばムアウィアー。という感じで外側へ積極的に行っていたファーティマ朝だが、内部では反乱が勃発していた。943年、アブー・ヤジードという人物が反乱を起こした。アブー・ヤジード率いる反乱軍の勢いはすごく、次々とファーティマ軍を撃破。この反乱に対応していったカーイムだが、946年に病死。息子のマンスールがカリフを継承した。ということで、そのまま反乱に対応していくことになったマンスール。カリフになった時、都市スーサが反乱軍に包囲されていたので援軍と物資を届けて対応。結果として、反乱軍を撤退させることに成功したが、ここからも睨み合いが続くことになる。947年、マンスールはついにアブー、ヤジードを追い詰めることに成功し、反乱を鎮圧。見事ね。948年、首都をマンスーリアに移した。これもまたカリフであるマンスールの名前から来ているのだな。アレクサンドリアリスペクト。マンスール治世における他のイベントで言えば、東ローマ帝国との衝突だな。すでにシチリア島を抑えているファーティマ朝はイタリア南部にも進出し、東ローマ帝国とぶつかっていたのだな。ということで、東ローマ帝国とバチバチしていたマンスールだが、952年に病没。息子のムイッツがカリフを継承した。新たにカリフとなったムイッツだが、彼の功績は、エジプト征服、だな。おお、エジプトをついに抑えられたのね。アブブッダーの時代に何度も失敗したエジプト遠征だが、そのエジプトでは935年に変化があったのだな。
変化。新たにエジプト総督となったイフシードという人がアッバース朝から独立し、イフシード朝を作った。ということで、気づけばイフシード朝の領域になっていたエジプトだが、ムイッツはエジプトを狙っていたのだな。イフシード朝に阻まれてなかなか攻略できないエジプトだが、968年にイフシード朝の支配者が亡くなって混乱が発生。これを見たファーティマ朝の将軍、ジャウハルは、今や、と見て、軍を率いて進軍。あっという間にアレクサンドリアと、シトフスタートを占領してイフシード朝を滅ぼすことに成功。一歩アッバース朝に近づけたので、早速新しい都を建設していくことにしたのだな。ジャウハルさん、やる？こうしてできた首都が、カーヒラ。今のカイロの原型だ。あら、このタイミングでできたのね。973年、首都カーヒラが完成すると、ファーティマ朝の中心がエフリーキアからエジプトに移る。アッバース朝に一歩近づいたわね。ということで、エジプトにやってきたファーティマ朝だが、現地ではカルマト派の攻撃を受けることとなり、残りの地勢はその対象していく。975年、ムイッツは死去。息子のアジーズがカリフを継承した。新たにカリフとなったアジーズだが、まずはワフィール、宰相、としてイブン、キリスという人を任命。宰相となったイブン、キリスは内政の改革に乗り出し、農業の推進、貿易の改革、通貨の調整を行ってファーティマ朝を豊かにしていった。カリフであるアジーズも軍事改革に乗り出す。ファーティマ朝創始者であるアブブッダー以来、ファーティマ朝の軍隊を支えていたのはベルベル人だった。しかし、シリアへの遠征を続けていこうとしていたアジーズは、ベルベル人だけに頼る軍隊では不足があると感じたそうだ。そこで、アッバース朝でも兵士として活躍していたマムルークやダイラム人を取り入れるようにしたのだな。それほどマムルークたちは強かったのかしらね。だが、これもアッバース朝と同じような流れだ。ファーティマ朝の下で活躍したマムルークたちが地位を高めていき、もともといたベルベル人と対立していく。これはマムルーク朝の兆しかしら。まあそんなこんなファーティマ朝の土台を形成したアジーズは、ここからシリアへの侵攻を進めていく。シリアを抑えるメリットは、シリアを経由してイラクに侵入できる経路を作ることや、逆に攻められた時にシリアを経由させないための防衛地点となる感じだな。ということで、主要都市になるダマスカスから攻略開始。シリアにはカルマト派の拠点があったので妨害されまくったが、なんとかダマスカスを征服することに成功。ダマスカスを抑えた後、北にあるアレッポに進攻しようという感じになった。しかし、当時のアレッポはハムダーン朝が支配しており、そのハムダーン朝が東ローマ帝国の支配下にあった。なので、アレッポに進攻するということは東ローマ帝国との衝突も避けられない、そんな懸念点があったのだな。当時の東ローマ皇帝は、最盛期のバシレイオス2世だ。来たー、ブルガリアスレイヤーだー。ということで、実際にアレッポに進攻したのだがやっぱり失敗した。結局、休戦をしてしばらくは様子見状態になるのだな。ブルガリアスレイヤーは舐められないわね。シリアを攻めていた一方、アラビア半島にも手をつけていた。聖地メッカを含む西アラビア領域において、外交力を駆使してカリフとして認めさせることに成功。一方で、もともとファーティマ朝の拠点だったイフリーキアはほぼ無視されていたそうだ。カーヒラに遷都してからイフリーキアの支配を軍人のフィーリーという人に任せており、フィーリーがイフリーキアで影響力があったのだな。そのフィーリーの息子がファーティマ朝から独立したことで、フィール朝が誕生。まあ、ファーティマ朝の狙いはアッバース朝だものね。という感じで、内政と外政ともに力を注いだアフィーズは、996年に死去。息子、ハーキムがカリフを継承した。新たにカリフとなったハーキムだが、このカリフはいろんなお話が存在している。それを追っていくと時間的に長くなるので、今回は省略して見ていくな。いわくつきね。さて、先代までにファーティマ朝の基盤が整ったことで、ハーキム治世では内政が進んだ。1005年、首都カーヒラでは図書館である、知恵の館、が建設された。知恵の館？まあ、ムンジェン。アッバース朝でも同じく、知恵の館、っていう図書館が作られたな。いや、これはまあ、ムンリスペクトね。まあ、
学問や研究を進めたいという意味ではマームーンもハーキムも一緒だな。ハーキムの場合は、そこで学びたい人に対して紙やペンなどを無料で提供していたそうだ。手ぶらでいけるわね。学問や研究を推進していたハーキムだが、宗教的にはイスマイル派の拡散や勉強に対して力を注いでいた。ファーティマ教はイスマイル派王朝だものね。ファーティマ教によって拡散されたイスマイル派だが、1011年になると敵であるアッバース朝に対抗する運動が行われた。アッバース朝の首都バグダードの隣にあるモースルやラクーファの支配者が、ファーティマ朝を宗主国として認めることを宣言。まあ、お前の敵はもう近くまで来ているんだぞってこったな。アッバース朝を困らせていく。さて、シリア方面ではいい感じになっていたファーティマ朝だが、イフリーキア方面ではスンナ派の攻撃によって多くのシーア派が殺害された。外側では、変わらず外交によって関係を良くしていき、近いところだと東ローマ帝国、遠いところだと東の僧にまで使者を送っている。中国まで行かせるのはすごいわね。1021年、ハーキムは消え去った。え？まあ、とある夜に散歩したまま帰ってこなくなったってことだ。支配者が失踪したって珍しいわね。ハーキムが帰ることなく行方不明になったことで、ハーキムの姉、シットは有力者に金をばらまいて支配権を確立。ハーキムの子、ザーヒルをカリフとして立て、自らは摂政みたいな存在として支配をしていった。と言っても、2年後には病死してしまったので、ここからカリフであるザーヒルの治世になる。というわけで、支配権を持ち直したザーヒルだが、早速エジプトを飢饉と疫病が襲った。これによって政治がままならず、シリアでは反乱が勃発してしまっていた。これらはまあ鎮圧されていった、それくらい。1036年、ザーヒルが病死すると、息子、ムスタンシルがカリフを継承した。彼はファーティマ朝の中でも最長在位58年を記録したカリフだな。めちゃくそ長いわね。ムスタンシルがカリフになった時、彼はまだ7歳だったからな。しばらくは母、ラサドが支配力を持っていたそうだ。ということで始まったムスタンシルの治世だが、先代のザーヒルの時にエジプトを飢饉と疫病が襲ったと言ったな。そうね。エジプトの飢饉と疫病、そして干ばつはここから続いていくことになった。これによって急速にファーティマ朝の領域では資源不足が多発していくことになる。これに伴って、ファーティマ朝の領域内で対立していたマムルークとベルベル人の問題はさらに深刻化していき、内戦が勃発。マムルークが首都カイロと周辺を抑えたことでマムルークの勝利。追い出されたベルベル人は地方に行くことになったが、負けた腹いせに地方や田園地帯を荒らし始めた。さらに、ナイル川の堤防や運河も破壊していったことで状況悪化。これはひどい。さらに、カイロを抑えたマムルークたちは宮殿に入ると芸術作品などを漁って勝手に売却。カイロにあった図書館にも入り、本は破ったり火をつけるために使用したりして消え去っていった。これはひどい。さらに、カリフを抑えて政治に入ってきて、マムルークの給料を勝手に20倍近くまで上げて国庫が枯渇。その政策を実行したマムルークは、ライバルによって暗殺されたがな。なんかカオスになっているわね。こうしてマムルークによって抑えられていたムスタンシルは、さすがにどうにかしないと。ということで助けを求めた。これに応えてやってきてくれたのが、当時イスラエルで総督をしていたバドル、アル、ジャマリ。たまたまエジプトにいたバドルは、カリフの助けに応えるべくカイロにやってきた。突然やってきたバドルに対し、カイロを抑えていたマムルークたちは特にバドルを疑うことなく過ごしていた。そのおかげで、バドルは次々とマムルークの有力者を暗殺していくことに成功。この異様から、ムスタンシルはバドルをアフィール、宰相、に任命。しばらく続いた内乱は一応落ち着いたのであった。とりあえずは良かったわね。しかし、カリフのムスタンシルはそもそも影響力がない存在。対して、マムルークたちを抑えて軍事力も有していたバドルは影響力、権力を持っていた。まあ、つまりはムスタンシルがほぼ置物状態だな。結局こうなるのね。こうして権力を手に入れたバドルは、衰えていったファーティマ朝の支配を回復するべく動いた。
ここから2年間かけてエジプトの各地域に赴いてファーティマ朝の権威を回復。しかし、一方でイランの地域ではセルジューク朝が勢力を拡大していた。セルジューク朝スルタンのマリク、シャアがシリアにやってきており、それに対応することになる。が、1079年にダマスカスを取られてしまい、そのままシリアの支配権も喪失。やっぱりセルジューク朝は強いわね。1094年、最小のバドルが死去。こうして隙ができたところでムスタンシルは支配権を取り戻そうとしたが、バドルの息子、アフダルが最小を継承したので取り戻せず。同じ年にムスタンシルも亡くなった。次のカリフは誰になるのか、という話になるのだが、ここからのお話はセルジューク朝のお話でも少ししたところになる。セルジューク朝の時に、ファーティマ朝のお話なんかあったっけ？セルジューク朝が困っていたイスマイル派の一派、ニザール派、を覚えているか？ニザール派、聞いたことあるようなないような。暗殺教団といえば思い出すか？ああ、いたわね。そうそう、ニザール派が誕生するのはここからだ。1094年、ムスタンシルが亡くなった後、最小のアフダルはムスタンシルの子、ムスターリーをカリフとして継承させた。これに対し、ムスタンシルの他の子供たちは、俺が後継者として指名されていたんだ、と主張。アフダルは言うことを聞かないムスタンシルの子供たちを監視下に置くことにしたのだが、長男のニザールだけは逃亡してしまった。逃亡したニザールはアレクサンドリアにて支持者を集めてカリフを宣言。アレクサンドリアを抑えることに成功したが、アフダルは賄賂を送ってニザール支持者を買収。こうして弱体化したニザールの軍は敗北して降伏。ニザールは投獄されてそのまま死亡。ここでお話が終わるのはよくあることだが、今回は違うってこったな。イスマイル派の拡大はファーティマ朝以外にも広がっており、イランや中央アジアまでイスマイル派がいた。彼らイスマイル派も、ファーティマ朝の後継者争いについてニザール派かムスターリー派に分かれていく。当時、セルジューク朝の領域で山岳地帯を利用して活動していたイスマイル派のハサン、サッパーフという人物がいた。ハサン、サッパーフはニザールを支持しており、ニザール派の代表を称して活動を開始。こうしてハサン、サッパーフをはじめとするニザール派が勢力を拡大していくことになるが、暗殺を得意としていたので、暗殺教団、って呼ばれるようになった。こうしてセルジューク朝を苦しめていくっていうのはセルジューク朝のお話でも触れたな。繋がったわね。ということで、話がセルジューク朝寄りになってしまったので、ファーティマ朝に戻るぜ。1094年、最初アフダルによって、ムスターリーがカリフになった。と言っても、先代の流れもあってムスターリーに支配権が特になく、アフダルが指揮していくことになった。父親であるバドル同様、アフダルも有能であると言われており、彼の治世でエジプトは繁栄していたそうだ。外側では、セルジューク朝にシリアを奪われていたので、それを取り返すべく外交を通じて回復を狙った。これで部分的には回復したのだが、同盟してくれないところもあって微妙であった。1098年、セルジューク朝支配下にあったエルサレムを取り戻すことに成功。ところが、当時は西から十字軍がやってきていたのだな。ファーティマ朝は基本的に十字軍と交渉をしていたのだがいい感じにはならなかった。まあ、それもそのはず、十字軍の目的は聖地エルサレム奪還だからな。そうね。でも、それならなんでファーティマ朝はエルサレムを取っちゃったのかしら。ああ、ファーティマ朝は十字軍の目的がエルサレム奪還だと知らなかったそうだ。ファーティマ朝は、セルジューク朝を倒すために東ローマ帝国が十字軍を送ったと思っており、むしろ十字軍を利用しようとしていた節もある。まあ、そんなこんなエルサレムを抑えているファーティマ朝と十字軍の衝突は免れず、アスカロンの戦いにつながる。ここでファーティマ朝は敗北してしまい、十字軍がエルサレムを占領して、エルサレム王国、が誕生。いわゆる十字軍国家ね。1101年、カリフのムスターリーが死去。アフダルは、まだ5歳であったアル、アミールをカリフにした。コントロールしやすいわね。さて、ここからの課題は新たにやってきた十字軍国家との戦いだな。シリア、パレスチナ地域を抑えていった十字軍に対し、その支配権を取り戻すべく軍を派遣。
毎年のようにいろんなところを攻めていったのだが、敗北が続いてしまい、むしろ沿岸地域をどんどん失っていくことになった。十字軍国家強いわね。ということで、後半は失敗続きとなってしまったアフダルの治世だが、ついに終わりがやってくる。1121年、アフダルは暗殺された。これが誰によるものなのかは明確ではないが、一番有力となっているのはニザール派による暗殺だそうだ。もしくは、カリフであるある、アミールかも、みたいな話もあるが、とりあえずアフダルは暗殺されてしまった。アフダルが亡くなると、ある、アミールはすぐさまアフダルの子供を投獄して、アフダルの持っていた財産を没収。再びカリフの権力を取り戻したのであった。ある、アミールが加担した説、ありそうね。ということで、支配していくぞとなったある、アミールだが、政治に慣れていなかったのでどうすればいいかわからず。結局、アフダルの下で参謀をしていたある、馬対比をアフィール、宰相、に任命。しかし、ある、馬対比もまたカリフの権威を下げていく方向に政策が続いていったため、1025年、ある、馬対比を捕まえて処刑。ワフィールを設置するとろくな結果にならない、ということで、ここからは行政を担当する人たちに頼りながら統治を開始。しかし、1130年、ニザール派によってある、アミールも暗殺された。やっぱり暗殺うますぎ。ある、アミールには生後6ヶ月ほどの子供がいたそうだが、父の死後すぐに死去。こうして後継者がいなくなったため、いとこのハーフィズがカリフを継承。新たにカリフとなったハーフィズだが、彼の治世は内側の問題が目立つことになった。ある、アミールによって空位となっていたワフィールだが、ハーフィズは復活させた。新たにワフィールとして選ばれたのは軍人のヤニスという人だが、彼は同じ年に亡くなった。1134年、息子のスレイマンをワフィールに任命、しかし、スレイマンも2ヶ月で病没。しゃあねえ、ということで他の息子、ハイダラをワフィールに任命したのだが、他の息子、ハサンが反発。こうしてハサンによる反乱が起き、ハーフィズは息子と戦うことになった。見事ハサンを破って捕らえたハーフィズだが、兵士たちから処刑しろ、と要求される。ハーフィズがどう考えていたのかは不明だが、結局ハサンは毒殺されてしまった。ハサンの死後、ワフィールを交代してエジプト総督のバハラームを選出した。しかし、このバハラームはムスリムではなくキリスト教徒であったのだな。イスラム王朝で宰相がキリスト教徒ってすごいわね。これには当然ムスリムたちが反発し、リドワーンという人物が指導者として現れて対決することになる。リドワーンの勢いによってバハラームは圧倒されていき、最終的にはワフィールを降りることになった。そして、今度はこのリドワーンがワフィールとして認められる。キリスト教徒を嫌っていたリドワーンは、ワフィールになると早速キリスト教徒の迫害を開始。キリスト教徒の役人を排除して財産を没収。キリスト教徒とユダヤ教徒は特定の服を着せられ、モスクの前を通る時には馬から降りなければなくなり、人によっては乗ることを禁止された。ひどいわねー。リドワーンの敵はキリスト教徒やユダヤ教徒だけじゃない。リドワーン自身がスンナ派であり、そもそもファーティマ教自体を蹴落とそうと企んでいた。こうしてカリフのハーフィズとバチバチやることになったのだが、結局はリドワーンの敗北に終わる。こうしてリドワーンがワフィールを辞めさせられると空位になった。ハーフィズは、リドワーンによって追い出されたバハラームを呼び戻してワフィールにしようとしたが、バハラームは拒否。結局、ここからワフィールは空位のままになり、ハーフィズはワフィールの下であるカーティブ、書記官、に頼って統治をしていくのであった。なんかマイナーな名前のオンパレードで混乱する。外側では十字軍国家のお相手としてザンギー朝が立ちはだかっていたので割と安定。1149年、ハーフィズは病没。息子のザーフィルがカリフを継承した。新たにカリフとなったザーフィルだが、彼はまだ16歳であった。しかも、政治に全然興味がなく、宮廷で女性とキャッキャすることにふけており、政治はワフィールに任せていた。珍しく道外れなカリフが出たわね。アレクサンドリア総督がワフィールになりたい、と反乱を起こすと、ザーフィルはワフィールだった人に大将を頼んだが敗北。敗北したワフィールが処刑されると、新たにアレクサンドリア総督だったイブン、アル、サラールがワフィールになった。
1154年、イブン・アル・サラールが亡くなると、アッバスという人がワフィールになる。そして、そのアッバスによってカリフであったザーフィルは殺害された。まだ5歳であったザーフィルの息子、ファーイズがカリフを継承した。アッバスはそのままザーフィルの兄弟を処刑していき、ザーフィルの姉妹は助けを求めたのだぜ。これに応えたのがエジプトで総督をしていたイブン・ルジークだ。イブン・ルジークは早速軍を率いてカイロに進軍。アッバスはすぐさま逃亡したものの途中で処刑された。こうしてカイロを抑えたイブン・ルジークはアッバス支持者を粛清。必然的に支配者となってワフィールにもなった。カリフはまだ5歳だものね。こうして支配者となったイブン・ルジークは、ファーティマ朝における崩れた財政再建を実施。穀物や価格の調整を行って全体のバランスを取っていき、財政管理をうまく行っていった。1160年、カリフであったファーイズが病没。新たなカリフとして、いとこのアーディドが選ばれた。この時、イブン・ルジークは自分の娘とアーディドを結婚させて地位を固めようとした。それを見たファーティマ家の人は危機を感じ、兵士に金を渡してイブン・ルジークの排除を頼んだ。こうしてイブン・ルジークは兵士によって暗殺された。邪魔者は消えたと思いきや、イブン・ルジークの子、イブン・タライはすぐさま父のポジションを確保。それに対し、神エジプトで総督をしていたシャーワルは反乱を起こしてイブン・タライを処刑。シャーワルはそのまま支配権を得て統治を開始。しかし、部下であったディルガームが兵士の指示を得て反抗しだした。この戦いで敗北したシャーワルはそのままシリアに逃亡。そこにあったザンギー朝に助けを求め、ファーティマ朝侵攻のチャンスを狙っていたザンギー朝は乗っかることにした。ザンギー朝はシャーワルの援軍として軍司令官シール、クーフを派遣。こうしてシール、クーフの軍がエジプトに入ってくると、首都カイロはパニック状態。ディルガームは部下から見捨てられていき、最終的にはディルガーム自身も逃亡。しかし逃げ切ることができず、途中で殺害された。あらら。支配権を取り戻したシャーワルだが、援軍として来たシール、クーフ、そしてエジプト遠征をしてくるエルサレム王国との戦いが始まる。シャーワルは、エジプトに居座るシール、クーフに出て行ってほしい。シール、クーフは、エジプトに居座りたい。エルサレム王国は、エジプト倒したい。ということで、シャーワルはエルサレム王国と協力してシール、クーフを追い出そうぜ作戦を決行。シール、クーフを包囲して優位に立ったが、ザンギー朝はエルサレム王国を攻めて撤退するよう要求。結局ごちゃごちゃしたけれど、シール、クーフとエルサレム王国がエジプトから去るという形で終結した。実質シャーワルの勝ちね。1166年、シール、クーフが再び攻めてきたぞー。ということで、シャーワルは再びエルサレム王国と協力して対抗することにしたが、今回は敗北。結果的には、再びシール、クーフとエルサレム王国が撤退して終わった。なんか拮抗しているわね。1168年、今度はエルサレム王国がエジプトに侵攻。これに対し、シャーワルはシール、クーフと組んでエルサレム王国の撃退を進めていくことにした。が、シール、クーフがやってくるとエルサレム王国は撤退。首都カイロではシール、クーフが歓迎され、もはやシャーワルはいらない子になってしまった。ということで、シャーワルは処刑。歓迎されたシール、クーフがワフィールに任命されたのであった。勝者はシール、クーフだったか。残念ながら、ワフィールになって2ヶ月ほどでシール、クーフは病没。そして、その後を継いだのが、シール、クーフの甥、サラディンだ。あら、サラディンもいたのね。ワフィールとなったサラディンは、早速地位を固めるために動いた。サラディンはファーティマ朝から見れば外部の人であり、宮廷ではカンガンがサラディンに対する陰謀を企てていった。サラディンは陰謀を企てているカンガンたちを処刑し、これに伴って発生した反乱も鎮圧。軍隊や役人をシリア人に変えていき、自分の一族を政府に招き入れることでさらに地位を確立。そして1171年、カリフであったアーディドが病死。サラディンによってファーティマ家は軟禁状態になっており、後継者なくファーティマ朝は消滅。サラディンから始まるアイユーブ朝のスタートだ。ということで、ファーティマ朝のお話は終わりだぜ。
結局、めちゃくちゃ長くなっているじゃない。ああ、正直ファーティマ朝の半分くらいまでで結構使ってしまったので焦ったぜ。後半結構はしょったけれど、34分を超えてしまったな。東ローマ帝国の長編作るのに、これじゃああんまり差なくなるんじゃないの。ああ、やべえ。というか、長すぎてちょっと動きがカクついている。ということで、雑談はいいので今回は終わるぜ。よかったらチャンネル登録よろしくだぜ。はーい。